みこと号みこと号みこと号は、広島県広島市、三次市と島根県雲南市、出雲市を結ぶ路線バスである。広島市と出雲市の間を、中国自動車道、松江自動車道経由で結ぶ路線で、1日9往復運行している。うちに往復は停留所が少ない特急便、スーパーミこと号で、残りが急行便と位置づけられている。 三次四北では乗降も可能となっており、広島県美北地域、島根県雲南地域と広島市、出雲市を結ぶ役割も持つ。全便が座席指定制で中国 JR バスの窓口のほか、発車をライネットで購入可能。当日空席がある場合に限り予約なしでも乗車でき、現金で支払うことができる。同一県内での予約は当初からできない。 広島出雲市間には往復割引4枚綴り回数券の設定がある。100km 以上の区間に限り、学割の設定がある。年始は出雲大社周辺の交通規制により、出雲市駅出雲大社間は運休する。1989年に中国 JR バスと市畑電気鉄道がそれぞれ独自に運行を行っていた広島市。出雲市間のバス路線を 共同運行形態に変更し、同時に、市畑電鉄担当便に愛称を付与したものである。中国 JR バスによる運行は、1934年創設の、昭栄自動車雲芸本線、出雲今市駅便後10日、市駅間の開通にまで遡ることができる。その後、1952年に三次以南の雲芸、南線が開通し、一般便の直通運転を開始、 その後、急行便、特急便の設定、広島バスセンターへの乗り入れ、高速経由便の設定を経て、1989年の共同運行に至る。なお、雲芸線は普通便から撤退したものの、現在でも雲芸線の路線免許で運行している。一方、市畑電鉄による運行は1972年に、特急、急行バス松江線の派生路線、 広島出雲大社線として開業したもので、1989年まで新時経由の一往復だった。市端バ,バス中国 JR バス太寺は特急便停車停留所。広島バスセンターを使い期間のみの利用は不可。出雲大社へは広島発の特急便一本のみが運行。令和元年6月1日より、出雲大社、寒夏橋、加密停留所は廃止ふとは、 特急便停車停留所。広島バスセンターを使い期間のみの利用は不可。原則として4列シートのハイデッカーを使用する。急行便の一部はトイレなしだが、特急便はトイレ付きとなる。また、点検時には4列シートのスーパーハイデッカーが運用に入ることもある。ありがとうございます。